皆様ごきげんよう、今日なんですけど、あのブレイキングダウン 9.5 で結構注目を浴びた井上力也君、はい、とコラボします。おお、結構突っ張ってるじゃん。まあそうだね、めちゃめちゃ強気だよね。パフェ食べ行こうかなと思ってパフェ、パフェ、可愛い一面に触れていけたらいいなっていうことで。ああ、ギャップね。そう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 、うん、原宿の方に行って、まあ俺も一緒に食べようかなって、うん、でまあ彼のいろいろ聞いていこうかなっていう途中で、ヤンキー、ヤンキー絡まれた場合、あのブレイキングダウンのオーディションだけなのかもしれないかなと思って。ああ、その突っ張りがね、突っ張ってんのがプライベートでやられたら本当に喧嘩みたいになるのかなっていう、うん、検証しようかな。どうだろうね喧嘩になりそうっちゃなりそうだけどな、あのイメージだと。そしたらもう犯罪者よだって普通に犯罪者になるわけやん、うん、だからどうなのかなっていうのでちょっと検証しようと思います。はいはい、めっちゃ謝ったら面白くない？まあね、すいませんとか言ってでもそれが正解だからね。どっちに転がっても面白いんで、うん、やろうかなと思います。はい、で一緒にさ試合したもう一人突っ張ってる森くんっていたじゃん、うん、一応コラボのオファーしたわけよ。はいはい、そしたら僕はなんか20002敗でその器じゃありませんみたいな、なんか謙虚だすごい。プロ格闘家みたいなマインドなんだよね。かっこいいね。山川翔太と森くんはでまぁ、ちょっと紹介します。はい、今日協力してもらう4人の方どうぞ。はい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 、いそうなんですね。確かに確かに原宿にいそう。喧嘩売ってきそうだな、特に一番右の人何されてるんですか皆さん。今は僕はトレーナーやってます。あ、トレーナー。はい、ああ。僕はバーテンやってます。あ、そうなんですね。僕不動産会社あ、いや、社員っすよ。あ、社員のアンティラの会社員。いや、合コンやってそうなのが見るかもモテるでしょうね。モテそうだね。で、喧嘩の経験とかってありますよね。最近はないですけど、ここ地元一緒で高校とか飲んでた時とかには街の人に絡んだりとかは普通に酔っ払って勢いとかで。どこなんですか。静岡なんですけど、あの浜松で暮らしてるから。終わりよ。もしかして年が近かったら何歳ですか。24です。ああ、全然違うね。じゃあまあ結構ね、ガンガン来るんで彼、多分俺ちょっと見たことありますよ。あれやらせても何でもないんで行かれるかもしれないですけど格闘技経験は一応総合格闘技10年くらいですね。マジで10年 4,5 年もう離れてるんです。一番やってなさそうに確かに全日本で優勝したりして。全日本で優勝とか、まあ、昔の話ですけど。昔の話ですけど俺こういう人あれだから強いからね一番強い。強いです。次回のブレイキングダウンにね、はい、ぜひおもろいね。ぜひ。じゃあなんかまあ自然な感じで俺と吉田君と井上君が多分こう歩いていくんで、どっかで絡むのがあって、どういう感じにしようね。いきなりなんて絡もうね。理不尽すぎるからブチ切れるよね、あっちも。そんなの。カメラ撮ってるところで絡んでくるって言ったのか、おかしいけどね、そもそも。こっちのカメラ切っちゃってもいいけどね。じゃあそんな感じでやってみましょう。はい。アドリブで。行きましょう。お願いします。お願いします。皆様ごきげんよう、今日なんですけどブレイキングダウン 9.5 でねすごい注目を浴びた井上くんとコラボです。お願いします。このいかつい井上くんとパフェデートに行こうかなと思いました。おお、ギャップすごいな。ちょっとねあんま好きじゃないんですけど原宿に行こうかなと思います。うん、甘いのは好きですか。あ、そうですね。お、意外。なんかあとはどんな人物なのかっていうのをね掘り下げていけたらいいかなと思います。年齢はいくつなんでしたっけ。26になりました。あ、26歳だ。32ぐらい見えるねで、栃木県だっけ。あ、そうです。はい、今も栃木住んでるか。いや、僕もこっち来てます。あ、こっち住んでる。はい、仕事は。仕事もこっちで。ああ、18ぐらいの時も出てきてます。じゃあ行きますか。はい、早速行きましょう。お願いします。お願いします。あれ、YouTube やってるんですか。いや、やってないですね。あ、やってないですか。好感高いなはい、ということでね、原宿向かってきます。はい、いや、俺久々に外出るからさ、うん、外歩かないじゃん。そうだね。どんな感じなんだろう。
な忘れたかな俺のこと。井上選手とかは日中歩いたりします？僕昼出ますね。仕事何やってるんですか？仕事は自営業不動産屋ですね。あれ富澤君と一緒？はい。あれ結構かブレイキングやってて、まあ今回ちょっと反響あったかなっていう。9点後ね。8は別にあの巻き方してたんで結構見られて笑われるみたいな。笑われるみたいなのあるんだ。なんかそうみたいなのありますね。ごめんも言ってたもんね。引っ張られたとかでしょうから言っても大半の人よりは強いと思いますけどね。確かに間違いないですね。勘違いしてない。そうですね。注意して。9点後の後は結構いい感じで、だって30、20何万人ぐらい同説で、うん、30万人ぐらい行ってたよ。メインは34万行ってたけど、あ28万とか多分あ行ってたね、うん、28万ってえぐいっすよ。いやでも正直この試合はもう自信しかなくて、森って聞いた時もめちゃくちゃ美味しいなって。え、経験ってないんでしたっけ？ないですね。で、あの強さだから相当センスあるよね。あ、そのめちゃくちゃ弱いみたいな、はい、やっぱ自分の調べちゃうんですけど弱すぎみたいな出てくるんですよ。そんなくね。なんか暴走族的なのやってたんすか？まあ、ないっすね。あ、そういうのはないんだ。栃木ってないのか。あ、栃木ヤンキー多いイメージあるけどな。いや、あるところはさんとかね。確かに、ね、マリアン・ローズだっけ。その昔、松祭の時になんかピンクのバイク乗ってなかったっけ。もう暴走族とかなかったんすか当時？いや、周りにはちょっとありました。あ、あったんだ。でもなんかもう僕らの世代と徒歩暴走族みたいな感じですね。徒歩暴走族ってそのギャング的な特攻服っていうか、はい、着るけど祭りに来て着るだけみたいな。結局それで走っちゃうと捕まっちゃうんで。おお。なんかその暴走行為とかしてる人はいなかったですね。形だけみたいな。なるほどね。じゃあ喧嘩とかは多いけどね。喧嘩は怖かったですね。なんかもっと方言あるのかと思ってたもん。ああ。結構都会の方なんですか、ね、こっちが、ね、いや多分こっちに長いですのが。ああ、そっかそっか。じゃあ富澤くんも栃木出身？そうですね。なんか俺のイメージは横浜系の人が多いイメージだったけど違うんだね。なんかあのパンチパワーみたいな。あ、まあ、でもあっちだと結構狭いんでやっぱり不良か真面目かの二択しかないって感じ。中途半端なやつはいないイメージ。ちょっと突っ張ってとかだとやっぱり生きれない世界だったんで。なるほど。生きるかもう真面目に生きるか。なんかモテそうだよね。めちゃモテそう。結構遊んでるんですか？いや遊んでないですよ。遊ばないんだ、意外だな。僕ダメですね。あ、嫌いなんですか？嫌いっていうか、まあそうです、あんま好きじゃないですね。え、男が好きなわけじゃないですか？いや、それはないですけど。 あ、女性がそんなに好きじゃない？いや、好きですよ、もちろん好きですけど、うん、なんかそういう身にならない遊びっていうのがあんまり。あー、おー、いい男だね。うん。でも、ラージハイ君に負けて、まあ一応悔しかったは悔しかったじゃないですか。いや、めちゃくちゃ悔しかったですね。で、格闘技の練習やらないですか？まあやってもいいかなってあるんですけど、なんかそんなブレイキングダウン一本なわけでもないんで。でもやっぱ、アウトサイダーの歴史を見てもさ、不良って負けるの大嫌いじゃん。練習もしたくないけど。うん。でも、負けたくないからみんな練習始めるよな。行けるとこまで行きたいなってのありますけどね。じゃあ練習した方がいいね。練習してないブランディングをしつつ練習をするしかない。俺もこの間 500m ダッシュして疲れて帰ってきたけどさ、うん、そういう走り込みみたいなのたまに、うん、まあでも言っても1分だから体力っていうよりなんか回転率を上げるさ、パンチのシャドウとかの方がいいかもね。井上選手なんかショートでカウンターっていうか、井上選手って言うとめちゃめちゃ強そうだね。でもそうでしょ。選手ではないじゃん別に。選手でしょだって。選手ではない。だってもう2回出てるでしょ。選手じゃん。もうなんかブレイキングダウンの人に選手ってあんまどうなのかなって。その雷神とか目指してる人だったら選手って呼んでもいいけど。うん。でも選手ですからね。まあ、じゃあれっきとした。で？何だったっけ？何だったっけ？薄いこと聞こうとしますね、これ。浅いこと聞こうとしますよ、絶対。何だっけ？まあ、流してください。じゃあ、そうそう、そのショートで合わせて、すごいなと思ってさ。
ショートでさカウンターみたいなの倒してたやん前回も。いやセンスあるよね。めちゃめちゃすごいよ。あれビビってる人だったらできないからね。まあちょっと理由があって前日の記者会見で森が右で殴ってたんですよ、うん、僕それ避けて当たんなかったんですけど右のカウンター合わせてるんですよ、そこがその時なんか右のパンチ見えてめちゃくちゃだからこれ見えるぞみたいな。覚醒したんだ見聞色の範囲。そうですね。でもそれセンスだからね。ビビっちゃうとさ見れないじゃん。そうだね。ブレイキングダウンは何のためにできたんですか。じゃあまあ別に何すかね、なんかみくるさんの前で言うのもあれなんですけど、正直ブレイキングダウンと金稼ぐつもりもなくて、名前売る気もないんですよ。ただその一番目立ってる興行でやっぱ喧嘩したいっていう。シンプルに戦いが好きなのもね、喧嘩が合法的に喧嘩ができる的な。こっちだったら下げたくない頭を下げて生活してなくちゃいけないんで。取引先の人が見てるとかないですか。あります。態度変わったってことじゃん。いやでもまあ最初その1回目出た時は結構いろんな人に連絡して、まあすいませんみたいなこういうの出ててって話したんですけど、うん、まあ、井上くんはそういう人だって分かってたから大丈夫だよみたいな、うすうす感じてたから大丈夫だよみたいな。結局年齢がやっぱりまだ若いんで。そういう人好きな人多いからな。意外に男は好きな人多いよね、うん、めっちゃ固くない人以外だったらさ。そうだね。SNS はやってるんでしたっけ。やってないんですよ。何もやってないんだ。あ、 LINE とかだけ。何もやってますけど、もちろんプライベートではやってるんですけど、その、ああ、やってない人数は100人とか。ああ、公には出してない、うん、そういうことか。人多いな。眩しいし。あ、着くか。もう着いた、ね、ここですね。ここがあの竹下通りなんで。竹下通りやばそうですね。竹下通りを歩いて食べていきましょう。はい、行きますか。どうですかこのギャップ。いやいいですね。画角いいですよ。この辺のさ、これとかつけてもらうじゃん。あ、いいですね。つけてもらおう。これとかはいけます。全然つけますよ。つけてくれるんだ。あ、何でもやってくれるんだ。あんまないっすね、嫌なこと。なんかあれっすね、やっぱ、あのさ、うん、めっちゃみんな気づいてるけど話しかけないでくれてる。確かに。俺がもう絶対写真撮りませんとか言い続けてきたから。腹減ってます。お腹、そうっすね。なんかクレープとか以外でも全然なんかさ、うん、なんだっけ、チーズ、あ、あれじゃない、この辺買ってます。はいはいはい。わー、出た、レインボー。チーズハットク行こうかな、俺。レインボー？レインボー何あれ。あれチーズ。これってみんな注文終わった人？紙持ってるね。あ、待ってるんだよ。注文は待ちすぎて大きい鳥から左に乗せる。あ、これ、あ、受け取りだけ。あ、そうなんだ。受け取りだけらしい、ここ。あっちの方で頼んでこっちまで受け取りに来ないといけない。なるほどね。なんかやっぱニヤニヤしちゃってみんな見てくる。なんですか。慣れてなくてみんな見てくる。でもその天狗でなんだ反響あって声かけられたりするんじゃないですか。まあしますね。そうですよね。ただ僕素で出てるんで、はい、別に話しかけられても仕方してもいいかなみたいな。ああ、でも俺も一緒っすよ。シャリムスカットワン、はい、ありがとうございます。美味しそうだね。シャリムスカットうまそうじゃない。うまそう。買ってみますか。800円になります。はい、ありがとうございます。はい、お待ちしました。なります。いただきます。うお、パリッといった。お姉ちゃん、お姉ちゃん。高いかな、これ。あ、うまい。あれ、ヒカル君いるやん。ほんとだ。やっぱクレープが間違いないね。まあさすがにね。なんかクレープあの辺にあった気がするんだよな、昔。てんちゃんと。ああ、てんしん君とね。ここか。懐かしい。懐かしいな。これサムネですね、この持ったところ。持ったとこね。うわ、
俺今これ行くか。名前はね、サラダ。これもそう。ツナピザチーズ。まあ、そうだ。これが余って。これめっちゃ余ってる。すごいね、でも。こんなの食べた日にはもう腹いっぱいよ。食いきれんな。めっちゃ早いよ。どうぞどうぞ。これサムネ。サムネ？サムネ。オッケーです。正直、うん。クレープっていうよりはピザみたいな。確かに。ツナ入ってるでしょ。ブレーキマン出たやつ、それも考えたんで、でさ、めっちゃ弱かった。さっきからお前ずっとさ、メンチ切ってたべ、俺に対してメンチ切ってた。反対側でどこさ、あの、キラじゃあ、ラクイあ、ほんとに強い。お前がどこやんな、どうしてったらどこやんな。じゃあ、味は味は行くぞ。そこそこじゃん、中間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 。お前、おとなしいな。オーディションの時あんだけ、お前、お前だったらやギャーギャー騒いとったよな。なてめえおい、お前からだぞ、出してみて。お前からほらこいつって、お前から手出したんだよ、お前。オッケーです、オッケーです、オッケーです、オッケーです。あとは悪いだろ。お前からって何言ってたの。当たり前だろ、お前てめえから絡んだ。絡んだよ、お前から手出したんだよ。お前ほらこいつ、お前何のために行こうとしたの。早めに行こう。お前苦戦がするのか。ちげえ。オッケーそうけ。オッケーやったんだろ、ドッキリ。あ、ドッキリじゃねえし。本当の喧嘩になっちゃってる。ドッキリが本当の喧嘩になってる。大丈夫。どういうの。なんで本当の喧嘩になってる。顔見て。ドッキリ大成功。ドッキリじゃないですか。いや、一応僕もその撮影があったんで、どっちか分かんなかったんで、最初顔じゃなくて胸行ってやったんですよ。胸行ってやったんですか。あはい、ドッキリなの。ドッキリです。ドッキリネタバレしても喧嘩したままと。オッケー、はい、本物です。本物でした、キャラは。なので皆さん、絶対に喧嘩売らないでください。絶対にシェンロンと井上くんには喧嘩売らないでください。あと森くん、本当に捕まります。で、結構そのドッキリ仕掛けてる側も怒ってるんで、今度試合組みます。人前で喧嘩売るやつって頭おかしいから、見えないところやってこい。あ、ドッキリ、あ、ドッキリだ。どうでした、あれ。総格闘家の方、全然喧嘩とかは違いますか。喧嘩はちょっと面白い。確かに試合しかしてない。一人だけ好感度がどんどん上がってます。一番優しそうだもん、なんか。まあでも、いい人を発掘できたんで、次、確かに、ね、なんかやっぱタトゥーとかも入っちゃってるしさ、もともとやっぱ不良だったんですか。まあ、昔、ちょっと中高でちょっとやんちゃだったから。ガタイもいいもんね、うん、格闘技やってなくて。こういう人を探します。結構いい右もらってたけどな、顎。大丈夫ですか。全然大丈夫。これ、かわいそうですね。久しぶりにこのガチ感。ヘッドギアしないとダメっすね。ヘッドギア。まあそんな感じです、はい、という久しぶりのドッキリ、はい、なんで、あのブレイキングダウン10もね、井上くんに注目してもらって、はい、そんな感じで終わります。はい。